今日はですね、私の事務所に、サラ・アドリエンヌさん、フランス人の方で、フランスのリヨン大学の助教授をやっておられる方で、ご専門は政治経済学ということ で、日本にはかつて一橋大学におられまして、まあ、日本語もご堪能ですので、今日は彼女の専門であります消費者金融についてね、ちょっと日本とフランスの比較をしながら、日本の制度がこれでいいのかどうか、そういう話をちょっとしてみたいなと思います。まあ、そういうことで、日本に結局何年おられたんですかね。東大で大体6年間。ああ、東大で6年。トータルで6年。そうですか。はい、それじゃあ、ご質問を今度やってみますかね。はい、そうですね。滝本先生が貸し金業法などの件についてはいつ頃から仕事をなさっていますでしょうか。はい、私はですね、国会へ入って22年目なんです。非常に古いベテランなんですけども、最初はですね、商工委員会に所属していたんですよ。日本の経済をここまで大きくしたのは商工省、まあ、経済産業省のですね、力が非常に大きかった。ノートリアスミキと言われましたけれども、そういうことが頭の中にあったもんですから、私出身は国土交通省でしょうんですけども、やっぱりその勉強した方がいいと思って、商工委員会、現在の産業経済産業委員会、そこに所属したんですが、 4,5 年やってたんですけども、結局中小企業問題と対応しますと、最後はですね、そのマネーに行き着くんですよね。結局中小企業救うのはお金しかない。お金はどこから出てくるのか、どういう流れがあるのかと、そういうことをやっぱり国ベースでちょっと見てみないと、責任ある政治家になれないなと思って、その頃から、したがって15年ぐらい前から、委員会を、財務金融委員会、昔の大蔵委員会に変えたんです。それで、金融の勉強をしておったんですが、ちょうど15年ぐらい前にですね、まあ、消費者金融は非常に暴利を貪っている。取り立てが厳しい、等々のね、いろいろな、まあ、社会問題がされた話がいろいろありましたので、そんなものかなと思って見ておりました。で、行き過ぎたところがあるんですけども、しかし僕の去年考え方は、一方でお金が必要な人がおり、一方で貸す人がいるから、そういうビジネスが成り立つんだろうと思っておりました。ところがあの時はですね、その高金利で貸すことはダメだと、したがって借りたい人はもう借りる手がなくなる、そういう法改正をしてしまったんですね。で、私はそれはちょっと行き過ぎではないかと、程度問題はあったとしても、需要なとこには誰かが供給してあげないと生活は成り立たないのではないかと、まあ、このように思っておりまして、当時貸金業法改正が10年ぐらい前にやられましたね。そこには僕はその法案そのものには、そういう改正にも反対で、結果としてどうなったかというと、メガが消費者金融に入ってきて、メガがその今までの消費者金融の貸し付けをしていると、今までやっていた中小企業はみんな潰れてしまったと、こういう状況なんですね。で、私は今自民党で中小企業者の応援部隊をやっている政策調査会長ですから、なおのことをそう思うんですよね。やっぱり中小企業も元気でいてほしいと、全部メガにしたらちょっと問題があるんじゃないかと思っています。その4番目の質問にすぐ行きたいんですが、はい、そのフィンテックのような孤立的な金融制度、新しい金融制度のことを、中小企業にとってはビジネスを開けるチャンスになっています。どう思われますか。そうですね、これは私もフィンテック十分に理解をしていないんです。ですが、体験的に見ましてね、例えば私は東南アジアよく行きますけども、はい、マニラに行って、でお金がペソですよね、通貨ペソが余りました、はい、日本に持って帰ってきました、はい、三菱銀行行きます、みずほ銀行行きます、全然受け付けてくれない、預金ができないんですよ、はい、ね、だから向こうの国では通貨だけど日本の国では紙切れなんですね、はい、ところがフィンテックというのはですね、両方に通ずるわけでしょ、はい、言ってみればその信頼が、まあ、形成されたから、信頼のあるその人が1万円と称するものは我々の1万円と認識しましょうと、こういうことだと思うんですよね。だから自由に取引できるというところがありますので、
まあ、フィンテックなんか13種類ぐらい通貨出てるという話も聞きますが、私は一定程度利用される可能性が随分あるんじゃないかなと思いますのと、ただそれと今おっしゃった中小企業との関係においては、非常に値段の乱高下が甚だしいですよね。それと FX 取引と似たようなところがあります。で、過去の歴史を見ますと、中小企業者が FX 取引に手を出して大損して会社が傾いたというのは随分あるんです。そういう危険もありますので、そういうことのないようにですね、政府としては一定の監視装置を設けて監視をしていかなきゃいけないのかなとは思っておりますが、全部否定する気はありません。やっぱりこれはこれらの一つの時代の流れだろうと思っています。うん、はい、でフィンテックは日本で発展するために、はい、改正貸し金業法を改めて改正しなければいけないんですね。または金利規制を見直すことが必要ですね。うん、そういうことについてはどういうふうにその金利規制を見直すことができると思われますか？うん、それはね、本当にね、これから出てくる議論だと思うんです。うん、今はフィンテックが必要だと思っている人もいますが、必要でないと思っている人もいるんですよね。そういう中でフィンテックを流通させるためには、貸金業法を改正しなきゃいけないと言ったって、必要と認めてない人にとっては余計な議論だという話になりますからね。そこはちょっと難しいですね、切り出しが。だけど時代のトレンドっていうのは、世界中にフィンテックがこう流通している中で、日本だけが流通の外に置かれるというのはですね、実際以上あんまりいいことではないというふうに思います。安全性を確保して、それで、フィンテックの流通をさせるというか、なんかそういうことにしていかないといけないのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。で、その多重債務問題のことをちょっとだけお聞きしていいんですか？はいはい、その多重債務問題を、まあ、社会問題として作りました弁護士さんのグループをいろいろ活動しました、15年前から、うん、その点についてはちょっとだけのご意見を聞かせていただけますか？うん、結果から見ればですね、多重債務問題、確かに問題ではあるんですけども、そのことのゆえに大量 の、 その積み上がったお金をその企業が返済せざるを得なくなって、結局倒産しましたよね、ほとんど。うん、それで弁護士はね、悪いけど随分運兆円という弁護料をもらったという話なんで、弁護士のビジネスのために役立ったのかもしれないけど、社会全体の構造を見た場合に果たして良かったのかなっていう気はいたします。だからもう少しですね、どっかいい中間点である程度妥協して、需要もあるんだから、それに対して供給もこういう体制でやれば世の中うまくいくんじゃないかというような政策的な意見が出ても良かったのかなと。ところが我々も努力をしたんですが、なかなかそれを言い出せない社会的な独特の雰囲気なんですよね。それで今日まで来ています。だから今はですね、勝手な消費者金融を、メガが別会社で代わりにやってますから、ところがですね、同時にカードローンをどんどんやってますから、結局カードローンの多重債務がまた増えてきて、結局同じ問題になっているんですよ。はい、うん、パリっていうかフランスではどうなんでしょうか？フランスも多重債務問題が大きい社会問題、15年前からなっています。同じですね。そうです。うん、で、銀行、また消費者金融みたいの、貸し金融者が行って、うん、いろいろ問題になってます。うん、はい、話し合いますけど、日本はですね、はい、今、雇用情勢抜群にいいじゃないですか。失業率が 2%、2.8% とかやってね、はい、今完全雇用の状態でしょ。そして成長率もまあ 1.7% とか言ってますけども、まあ、世界は OECD の方向に言うと 3.5% 成長すると言ってますから、はい、世界全体が景気がいいんですよね。だから日本も景気がいい、いいんですけれども、その中で日本だけが消費が伸びないんですよね。全く伸びない。給料が上がらないから消費が伸びない。そういう連関性はあると思うんですけど、
で、そういう状況の中でですね、この消費者金融を求めているような状態の中で、消費がますます伸びないんじゃないかと私は思っているんです。で、2% まで消費を増やすというような目標であれば、やっぱりその辺のですね、タガを緩めるというか、少しね、買い物ができるようにしてあげないと、いつまで経ったって個人消費増えないと思うんですよ。で、そういう中で、もしですよ、もしその、まあ、おそらくそうなるでしょうけど、FRB がどんどん金利を年に3ヶ月上げていく、EU も同じようなことをやる。だからそう、高金になってきました場合ね、非常にですね、日本も困るんじゃないかなと思うんですよ。だもう少し消費を伸ばすという意味においても、この消費者金融っていうのは考えさせた方がいいんじゃないかなと私は思うんですね。で、人に金を借りて物を買うのっておかしいじゃないかと思う人もいるかもしれませんけど、部分的にはそういうところがあって、初めて消費っていうのは回ってくるんだと思うんですよね。特にその、まあ、どちらかというと5年前から、その貸金業者が潰れた、貸金業者が多いんですが、最近は新しいビジネスをし始めた貸金業者もいるんですね。例えば保証、銀行のローンを保証する貸金業者もいて、そうするとリスクの高い消費者にお金を返してる、例えば銀行とか金融会館、金融機関で、それを保証されてる貸金業者がそれを保証されてるので、今のところ景気がいいから、あまり多重債務問題にならないんですが、いつかまた景気が悪くなったらとか、失業率が上がったらとか、そのような状況になって、それはまた将来は多重債務問題が同じ問題を起こりますよね。そうですね、そうですね、起きるリスクとかチェンス、まあ、基本があるじゃないですか。10年前は現金を貸して、高金で貸していたと、それが問題になった。今度はその現金を銀行から借りるけれども、その保証をやってるのは貸金業者、こういうことでしょ。その貸金業者の保証が切れちゃえばアウトですよね。大事なリーマンショックなんですよ。はい、そうですね。なので、やっぱり一番大きな問題は賃金が上がらないことですよね。大企業は安倍さんに言われて、まあ、3% ぐらい上げるつもりなんでしょうけど、その下請けはとても上げられないんですよ、中小企業は。だからその二重構造もですね、よく考えて対応しないと、おかしいかなと思うんですけどね。フランスはその中小企業は多いでしょう。そうです ね、むしろ中小企業中心なんじゃないかね。そうですね。だから逆の意味では中小企業なんか元気がある企業が多いですよね。ああいうね、そのフランスもそうですけど、元気な中小企業はね、こういうふうにしてやってきてるんだという事例紹介をね、一回、例えば東部でどっかしてくださいよ、フランスの。僕は一つ見たのは、グライダーの製作会社で、ロンドン、イギリスの会社です。もう世界を股に歩いて売りまくってるんですけどね、その対策100人ぐらいの会社で行ってましたよ。で、グライダー利用者そんなにいないんじゃないですか。プロの世界ですから、その技術がすごく高く評価されるから、世界相手にビジネスできるんですよね。中小企業なんですよ、だからやっぱりそういうのも一つのあり方かなと、ね、そうですね、まあ、日本の金融制度のことをどう思われますか。どう思われますか。ちょっとどうですかね。まあ今まではね、貯金をして、その貯金の量で目が同士の勢力が決まるというような感じでしたけど、今貯金をさしてもですね、運用先がないからですね、困ってるんですよね。だから店舗どんどん閉鎖してるじゃないですか。だからその金をね、どうしてるかというと、みんなニューヨークを持って行ってですね、ニューヨークで、その言ってみれば消費者金融のことをやって、投資顧問会社のことをやりだしてますね、日本の側も。だそれは結構メリットが出てるようですから、だから銀行の将来は私は暗いとは思ってないんです。伸びると思いますけども、日本の株価、銀行株安いですからね。だからそれはあるんですけども、そうなると今までの日本の銀行が社会に対して発出してきた役割っていうのは大きく変わってくると思うんですね。まあそういう中で預金の代表的なのは郵政ですがね、GPIF だって、周りも140兆円ぐらいあるんでしょうけど、郵政がやっぱり一番大きい預金の母体ですよね。で、日本人のメンタリティとして、まあ郵便局っていうのは信頼があるというような感じですと聞きましたけど、合理化は合理化の中でですね、
だんだんその銀行的な雰囲気になってきて、今までのようなのいわゆる地方の人の信頼感ってどこまであるのか、いつまで続くのかちょっとわからんと思うんですけども、ただ一つだけ言えるのはですね、巨大なそのファンドであると実はですね、ね、一時は200兆円とか300兆円近いこと言われましたね。そんなファンドは世界中になかなかないんじゃないですか。中東でも100兆円ぐらいでしょ。ノルウェーの年金金利も100兆円いかない、60兆円か80兆円ぐらいだと思いますが、極めて大きいファンドを持っていますね。カリフォルニアの、年金金利も60兆円かな、それとでしょ。そう考えると日本のこの郵政のファンドってものすごく大きいんですよね。はい、まあ、その有効活用も考えなきゃいけないでしょうけどもね、まあ、日本経済の特質だと思うんですよ。でそういう方が一本にあるから日本は財政的に今日の話と直関係ないけど、あれだけ100兆円も1000兆円も借金しとっても、はい、GDP の倍借金しとっても日本の国債が売れるという、ね、変な信頼があるということなのかなと思っているんですけどね、はい、まあ、私はフランスというある意味は歴史の先輩だと思ってますから尊敬してるんですけど、やっぱりフランスもですね、やっぱり警察権力が強い、公的サービスがきちっとしているというところの中で、やっぱり政府に対する信頼というのは国民の中に結構あるんだろうと思うんですよ。勝ったフランス革命を起こした国ではありますけどね、だからアメリカなんかどういうの、政府はどちらでもいいっていう程度でしょ。そうですね、ちょっとそこは違うんじゃないかな。そうですね、日本のこと、日本の場合はどうですか、政府の信頼が。いや、私はベースに置いてあるのであると思いますよ、まあ、森友事件とかいろいろあって言われますけどね、それはちょっと別として、はい、ベースとしては政府の信頼はまだあると思いますよ、ただね、まあ、地方自治とか、あれは国政もそうですけど、いろんな事件が起こりますよね。だそういうことの中で、このいい意味の信頼がどこまで続くかっていうのは、まあ、これから見ていかなきゃならない大きい問題だと思ってますけどね、まあ、最後に一言言えば、日本の国は戦後70年平和を維持してきました。でフランスはこの間におそらくどこかと戦争してるじゃないですか、中東と。日本一つもやってませんから、一人の犠牲者もいない。そして経済的に繁栄していると。で東南アジアの国を訪問しますと、日本はすごいという憧れの目を持って見てる人がリーダー多いですよ。だから日本は立派なことをやってきたんだと私は思っています、はい、だから世界の大国の一つでしょうけどね、半世紀以上戦争しなかった例は世界史にないと思っているんです。日本だけやったんですよね。スイスがちょっと違うね。だからそこはやっぱり自信を持っていいのかなと思っているんですよ、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。